はい、今回はなんか部屋の中から始まってますが、用意からしていけっていうことなので、年末最後のキャンプに向けて用意していきます。まあ、道具紹介も一緒にしていきますね。はい、では行きます。はい、今回はスノーピークのリビングシェル、これはインナーテントの S なんですけど、今回インナー張らないで、コットで行こうと思うのでこれをやめときます。よいしょ、リビングシェルも重いな、やっぱりな。よいしょ、はい、次ドッペルギャンガーのキッチンテーブル、これあるだけでだいぶ違うよね。逆か、これあるだけでだいぶ違うよね。いいよ、一応こんだけ倉庫あるし、一応こんなんなんですけど、これをここに入れると、いいよ、落ち着きます。結構しっかりしてるね。よし、次リビングシェルが4m50×4m50 なので、グランドシートどうしようかと思ったんですけども、これギアトップのXXL を4つ引くはずだったのに、そこのこれは一回使ってみようと思います。グランドシートね、中で生活できないと意味、うちは意味がないから、インナーシートを引いてその上が滑るでしょ、犬が滑るのよ絶対に。なので滑り止め175×175×が1、2、3つ、それとその上にこのキャンプシートね、これレジャーシート、これ一応銀シートなんやけど、でこれと次ダウンハガーウルトラスーパースパイダル800-0、よいしょ、こんなもんか、よいしょ、これ持っていこう。もう一番あったかいもの、これがな、よいしょ、違うな、よいしょ、なんせ冬やからね。よいしょ、できた。おお。あ、ベッドか。ヘリノックス。上上げようか。よ。ヘリノックスじゃなくて、こんだけちっちゃいもんな、ヘリノックスってな。これは魅力なんやけどな。今回はアルパインデザイン、よいしょっと、アルパインデザインコットにします。よいしょ、
感じかな。よし、アルパインデザイン、これにメキシカンラグ、これいいね、めっちゃメキシカンラグ。カッチョよくないこれ。どうよ。どう。もうカッチョいいよ。横から見たらめっちゃカッチョいいじゃない。ああ、もうちょっと。これがいい。これ。この上にかこの下にか。サーマレスト。下かな上かな。Z ライト、これの下かな、こうした方がいい。よいしょ、よいしょ、これで完璧や。あ、気持ちいいわ。あ、いいわ、めっちゃ。ベースイスカのノンスリップピロー、カバー付き、これで寝れば完璧、多分完璧。よし、片付けよう。はい、次、椅子、はい、これはコールマンの、コールマンのインナーシューズは絶対にいるから持っていく。で、椅子、今回はアディロンダックのキャンパーズチェアになります。あ、これはいいわ。よし、アディロンダックとペンドルトン、ペンドルトンのラグ、こんな感じでどう？かっちょよくない？よいしょ、かっちょ、逆か、これで見えるか、終わらんな。まあいいわ、ペンドルトン向こうから当てた方がいいよね。よし、はい、完成。はい、次。やめて。テーブル。何を持っていこうかな。とりあえずコールマンのモザイクテーブル。でしょ？キッチン作らなあかんねんな。よいしょっと。流し台。簡易流し台、よいしょ、これ、簡易流し台は、簡易流し台があったら、折りたたみ式の蓋付きの23リッターのバケツ、これいいよね、蓋ついてるんで最高や。2つ、水汲み用と排水用で、これ2つで、はい、次、ジャグか、今回はイグルー持ってきます。イグルーも焼酎用サーバーに付け替えたから、これで水の出しがすごく楽。はい、OK、 イグルーで、テント立てました、下引きました、よいしょ、豊臣のレインボーじゃなくてランタン式ストーブ、ストーブこっち、この辺全部見えようかな、なのでこれ持っていきます。
これないと死んじゃう。ケロシンの入れる缶、ヒューナスドルフの、蛍光缶、ヒューナスドルフの、ま、ノズルがついてるからすごく楽で、蓋回すの取れない、押して回す。ここが二重構造になってるね。閉めたら回してもこぼれない。だから緩む。さすがピューマスドルフ。とりあえず薪は下にあるから薪は下で。炭6キロ。足らんかな。基本焚き火で料理をするから炭がいるのね。わからん。足らんかったらあと3キロ追加。9キロ。あとランチョンマット、これもメキシカンラグと一緒。ランチョンマット、これ長い、でっかい、こんだけあるの。よいしょ、めっちゃカラフル。ここに料理置いて料理取ったらすごい綺麗。これはこれドッペルギャンガーの、ランタンポール、ランタンポールじゃん、タップポール2本。これがコールマンの、タブポール3本。どうその氷点下クーラーバッグ XL40 リッター。次、中のテーブルか、これ多分キャンパーズコレクションのテーブル。これアルミでできてるからすごく、熱いものとか乗っけても全然大丈夫。それとコールマンの2バーナースタンド。ユニフレームの焚き火テーブル。こんなもんかな。バーズコレクションの120のテーブル、120、60かな。これ100均で200円、100均で200円っていうのもおかしいけど、ジャグスタンドっていうか、なんか脚立やねんけど多分乗ったら壊れんでな、これ。あったら便利。次、コールマンのルミエールランタン、ルミエールランタンが2つ。キャンパーズコレクションのベンチ、さあどんだけになった。今ちょっと充電中、スワオキの充電器。あ、もう充電終わった。よいしょ、よし。バンズの外スペース用の銀マット、すごい量やけど、こんだけ。よいしょ、ゴミ入れ。100均の、100均で買ったゴミ入れ。よいしょ、が燃えるゴミ用と不燃ゴミかの2つ。あと何、
とりあえず今こんな感じ。さあこれがどうやって積まれるんだろうね。よよよよ、遠いな。あとは何を持っていこう。シェラカップ、あとはこの中やな。あとは外のツーバーナースタンド、ツーバーナーとツーバーナー、ツーバーナー、ツーバーナーとキャプテンスタックの、外用テーブルとごとく、これが一番よいしょ、これでいいと。はい、こまごまとしたもんやね。とりあえず、CB 缶が外のトリプルミックス、これ見えてんのかな、これか、外のトリプルミックスが2つ。プリムス、岩谷の、これもトリプルミックス、パワーガスの方ね。が、この時期はもうパワーガスしか無理。ドロップアウトするから。で、2つ。はい。これ。メスティンで炊く用の 25g が6個。燃料ね。箸。この間買ったのにな、どこ行ったんやろ。外のスライドトーチ。よし。それと、キッチン用の、スパイス調味料入れ、大きい。でこれが、水切り、一酸化炭素検法器、キャプサのごとく、それと。今まではアースホールのダッチオーブン、あー、うまい。アースホールのダッチホールのダッチオーブンを持ってきてるんですけども、こんな一人で食べへん、重いので、ケトロマックス、ケトロマックス、ケトロマックスかな、重いのダッチオーブン、シーズニングしたからもう大丈夫。かっこいいよね。よし、もうこのサイズが一番。これで何も煮炊き全部できるから、このダッチオーブンでいきます。一応これ持っていくけど、で、ペトロマックスの手袋、これ火でもつかめるらしいねんけど、あの炭をつかめれるって書いてあったけど、熱いって書いてあったけど、当たり前やろ、こんなもんで炭持たへんちゅうねんな。よし、それと黒船、至福のひとときをって書いてたから 黒船。これギザギザのこの幅が深いから、油が全部ここ落ちてくれるからね、すごくいい。よいしょ、で、よいしょ、おい、重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 い、ロッジのスキレット。
これが9インチ、これが 6.2分の1インチ、ね、大体こっちまでいくけど、ちょっとフライパン周りにしようと思ったらこれなんだよね。9インチ。それで、ご飯炊きはメスティ。もうこれが一番。これ南部鉄器のフライパン、何だっけ、岩中メイドインジャパン、これいいよね、すごくいい、むっちゃ重たいけど重いってなるけどほんまに重たい、これ鉄。それとチャムスのバウルチャムス、2つに割れるから、チャムス、焼き印がつくから、よいしょ、チャムス。それと何や、これペグ、あ、これか、これな、50センチの、これ50センチの、何パラソル刺すペグなんやけど、ここに、タープポールを刺して、そこにランタンをつけるから、これがいるのね、ガッて3本、よいしょ、で電池火花炭造ペグ、キッチンペーパーと、ウェットとドライと、ウェットとドライと、ここに大体、マイクロ、外のマイクロレギュレーター、これ前紹介したよね。もうこれでいきます。もうほとんど煮炊きはもう焚き火でやってしまうから、これで十分かな。 OD 缶あったら1個で、この OD 缶はルミエールランタン用やからどうしてもいる。で GZ は今回はいかない、 CB 缶持っていかないから、うん、あ、 CB 缶持っていかなかんねや、2バーナー持っていくから、これかパワーガス2本あったら十分でしょ、よいしょ、760、外の760、これもパワーガスやから、外の760、これもパワーガスやから、寒さには強い、なのでジーストだけは持っていこうかな、こっちは大きいからいらない、大きい言うても知れてるよな、で、ふいごと、バーナーと、これも冬場、よし、これはいらん、いかない、あ、これランタンハンガーね、4つかな、4つんで、普通のペグでしょ、これドステープ入ってんのかな、それドステープ、ソリッドステープの20じゃちょっとこの間短かったんだよな、30を持っていった方がいいか、そしてここは卵ケース、卵ケースにもう1個ずつでいい、スノーピークのチタンとキャプテンスタックのステンと、キャプテンスタックのこれ 600cc 入るのかな、500、600ぐらい入ったと思う、3つ、それとスマホ あのベッドの横にこう、あの、何、タブレットを置きたいので、ベッドの横にタブレットを置きたいので、このグースネックの、巻くか、もういつもと一緒、モンベルのクッカーとケトル入りね、それと、サーモス、
サーモスのマグ、真空耐熱マグネとサーモスのスープジャー、サーモス、もうスープ入れんのもこれがいい、絶対冷めへんから、もうずっとあったかいもんで、お皿はこの何やったかなこれ、アカシアの木で作った大皿、これな見栄えがいいですねどうでもいいかもしれない、動画撮ってるな、どうしても言うのね。でスキレットの、スキレットを置く板、なんやまあいいや、燃えるからこれ。あとはランタンを10個、2、4、6、8、9、11個か。こっちはこれな、面白いよ、ここを取ると普通の電球でも使えるで、 USB もつなげれるっていう、すごくありがたいランタンなので、電気がつく、消える、これだけしかないけどね。で今回は投光器使うから、これ 30W 投光器なんやけども、それにスイッチャーをつけて入り切りするので、多分いけると思うんだがな。まあ一回やってみます。なぜ照明器具はこんな感じ。さあどれだけの量になったかな相変わらずやの、どこまでこれを車に積むんやで、相変わらずやな。はい、いつもながら笑かしよんな、どんだけ荷物あんねん、おいもう向こう行かれへんねんけど、ほら、ほい、あとはワンズの水飲みと餌箱と、あとまあいろいろなんやかやね。よし、うわ、キャンプ行くよ、まだ明日明後日やけど行くよ、キャンプよ、キャンプ、キャンプは、キャンプ、お、何、どうした、キャンプ行くよ、キャンプ、ちょ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 、やめて、続いて撮影機材。撮影機材はロープロの、ワンハンドバッグに、ニコンの D750 の、これは28300かな、28300のレンズがをつけて、でシグマの広角1224で、50ミリ単焦、それとサイバーショットとミーフォトの三脚と、もう一つ短い方の三脚、あ、どんだけ荷物多くなっていく